何でもありません。バイバイ。昨日のこと思い出した？目開けてるのが辛いわ。前に寝たのはいつだったかしら。ところであんた、あの子に何したの？ヤシロ、あんたの部屋から帰ってきたから妙に深刻な顔してたけど。まあ溜まってるのはわかるけど、よりによってヤシロ相手っていうのはほとんど犯罪よ。じゃあどういうこと？夢？何かヤシロが深刻な顔するような夢でも見ちゃったわけ？どんな夢？で、その相手がヤシロだったんだ。いつぐらいから？まあ、あんたは世界を移動する異常な存在だしね。調べてあげましょうか。あら、優子。あ、白金も一緒？楽にしていいわ。で、光月博士がこんな油臭い場所にお越しになるなんて何事です？まあ、講師の使い分けは大変ね。えらいわ、マリモ。私には真似できないわ。やる気ないくせに。で、また何か企んでいるの？今日の模擬訓練の大変性、どうなってる？何をいきなり。いいじゃない、どうせすぐに分かることでしょ。榊あやみね白金と三剣玉瀬よろいの編成よ。なるほどね。それでか。何が？ねえ、私用に戦闘指揮者一台回してくれない？榊分隊はそこから私がモニターするわ。ちょっといきなり何言い出すのよ。勝利条件も勝手に全滅に変更しておいて。これ以上。いいから、別に口出したりはしないわよ。ちょっとモニターしたいことがあるだけ。だったら私と一緒に。ちょっとね。何企んでるの？ここ数日ハンガーが慌ただしかったけど何かしたのね？何も。ねえ、白金。白金、何か知ってるの？招待集合！キル！はい、おはよう。マリモ、頼むわね。ちょっと博士！もう！白金？わかってるわよ。というわけ、わかった？お話はわかりましたけど、いきなり新しい OS なんて言われても。大丈夫。大げさでも冗談でもなく、乗ればなんとかなるようにできているから。本当に使えるの？別に構わないわよ。その落ち着きが驚きに変わる瞬間が面白いんだから。うん、起動制御用のデータ収集も兼ねてるけど、新 OS の優位性を実証するためにも勝ってちょうだい。
あのね、榊、あなただって白金の才能認めてるんでしょ。はい。今は白金にしか実践できない特殊な軌道がこの OS によって誰でも再現可能になるの。ゆくゆくはこのデータが全ての戦術機に生かされることになるのよ。え？あなたたちは全人類の代表として概念実証機のテストパイロットに選ばれた。これを栄誉と思ってもらえないんじゃ軍人としてはどうかと思うけどね。全人類の代表。どう？楽しくなってきた？いいね。まあ普通にやれば勝てるはずだから楽しむつもりでね。じゃあ全員登場。了解。了解。白金、人はこうやって使うのよ。何これ。操縦系の遊びがなさすぎる。倒れる。何なのよこれ。了解。丸四丸六は連携して敵機2機とも大通りに追い込んで。丸四やってる。そのまま攻撃する。丸四丸六は頭を押さえて。動力部、下体部に被弾、致命的損傷、大破。鎧機、ウアン破損、左脚部に被弾。鎧機、動力部に被弾、致命的損傷、機能停止。危ないでしょ。一呼吸遅い。白金、幹部に被弾、致命的損傷、大破。状況を報告して。榊分隊、任務完了。状況終了。前期作戦開始位置まで交代せよ。了解。以上、市街地模擬戦闘演習を終了する。敬礼。午後はこの演習のデータを使ってシミュレーター講習だ。解散。タケル、
だらしなくにやけおって、一体どういうことだ。戦術機にどんな仕掛けをしたかと聞いている。そなたたちに負けたこと自体は何の不思議もない。ただあの軌道、あれ絶対おかしいよ。いきなり3機ともあんな動きするなんて。いつものタケルさんより動きが良かったよ。蓄積データの補正が追いつかないし。そんなにすごかった？博士、今朝博士がここにおられた時から何かおかしいと思っていたのです。ああ、もうとにかくあまりにあからさまに動きが違いすぎるよ。一体どういうことなの？そこまで驚いてんなら大成功ね。え？スペックデータも当然だけど、やっぱり見た目の美しさも重要よね。榊たちの戦術機には新しい概念を組み込んだ OS が実装されているの。新しい概念？みんな白金の戦術機起動がとても奇妙なことは知ってるでしょ？はい。その集大成が今日の戦術機の動き。あれが白金が本当に目指していたものなのよ。なんだって？今までは制御システムの問題からそれが不可能だったってわけ。うん。白金がどうしてもって言うからちょっと暇つぶしに作ってあげたのよ。思った以上のインパクトだったみたいね。なんということだ。博士、私全然聞いてないんですよ。あら、まだいたの？言わなかったかしら？一言も。まあまあ、細かいこと気にしても始まらないわよ。そなたは今まであの動きをイメージして戦術機を操縦していたのか。とはタケルにはかなわないわけだよ。戦術機にあんな起動させようなんて普通考えないもん。今までの制御パターンだって長い時間かけて実戦で磨き上げられてきたものなのに。戦術機は機械だとか兵器だからって決めつけすぎてたのかもね。あの軌道っていうか動きを見せられちゃうね。頭の固い人間は柔軟な思考の持ち主にかなわないということね。発想の方法が我々と根本的に違っているというか。まったく兜を脱ぐほかあるまい。やるね。もっと運用データを集めてそれを検証しないと確かなことは言えないけど、今のところ十分見込みありそうね。これからデータのフィードバックを繰り返していけば戦術機はどんどん賢くなっていくわ。すごいわ。サンプルは多い方がいいから207小隊全機の OS を完走しましょう。え？たった今からあなたたちの隊は次世代戦術機の開発部隊になったってことよ。7号機以外のシミュレーターの OS も書き換えておくから適当に遊んでみてちょうだい。細かいことは白金に聞いてね。あ、博士、そんな勝手に。いいのよ。でも一応報告を。報告すべき相手なら目の前にいるでしょ。そういう意味ではなく、これは国連軍全体の問題では。悪いけど私はまだ他の連中にこれを使わせるつもりはない。え？これは私の研究の一環なの。ここで話すべき話題じゃないわ。こう言えばわかる？はい。じゃあ私は戻るから、あとはよろしくね。どうでしたか？役に立ちましたか？よかったですね。
博士なら指令所に行きましたよ。はじめまして。驚かせてすまなかった。いやはや、しかしまさか本当に君がいるとはな。作り物にしては成功だな。よくできている。ハハハハ、面白い男だ。白金たける、本物か。警戒しなくても大丈夫だよ、八代かすみちゃん。どうせしがみつくならおじさんにしないか。このスーツは私の自慢でね、今となってはなかなか手に入らない貴重品なんだ。生地の手触りが最高で。どうだい、触ってみたくはないかね、白金たけるくん。無用な警戒心を与えてしまったようだね、白金たけるくん。いいだろう。それほどまでに私の名前が知りたいのなら。私は微妙に怪しいものだ。ちなみにその微妙さ加減は、例えるなら。じゃあ何が知りたいんだ。はっきりしない男だな、白金たけるくん。騒がしいわよ。人の部屋で何やってるわけ？こんばんは、光月博士。帝国情報省ってのは礼儀がなってないわね。入室の許可、どころか面会の予約をもらった覚えもないけど。いや、部屋の前に立ったら扉が開いてしまったんですよ。口の減らない男ね。一つしかない口が減ったら大変ですな。世間話をしに来たわけじゃないんでしょ？いや、彼に自己紹介を。じゃあさっさと済ませて帰ってちょうだい。こっちは今日何もないわ。いけませんな、光月博士。せっかくの美貌が台無しだ。おお、よく見れば寝不足ですか。目の下にクマができてますな。うるさいわね。博士の美貌が損なわれるのは人類の損失ですよ。お気をつけください。おっと、そうだった、自己紹介の続きだったな。私は帝国情報省外務二課の鎧だ。息子がいつも世話になってるね、白金たけるくん。いや、失敬。娘のような息子だ。ん？違うか。息子のような娘。そうだ。はっはっは、いや、すまない。私は息子が欲しかったんだよ。屈強な息子がね。だからつい。はい、ストップ。
で、本当は何しに来たわけ？ XG70 の件ですよ。ご興味ない？国連軍の名が泣くわね。加盟国軍部との取引を第三者に仲介してもらわないといけないなんて。アメリカは国連を煩わしく思っていますからね。顔を立ててやっている程度にしか思っていないでしょう。それで前期ここに回してもらえるんでしょうね。それがどうも雲行きが怪しくなりまして。どういうことかしら。どうせ破棄された計画でしょ。相手が欲しがっているとすれば、たとえそれが必要のないガラクタでも足元を見る。ことにかの国はメンツにこだわりますからな。私がそのガラクタを上手に使うとまずいのかしら。いやいや、その逆ですよ。博士の計画の進行が順調なら、迷わず前期譲渡して恩を売ろうとするでしょう。かの国は常に国益を優先しますから。何か言いたそうね。おお、怖い怖い。私は所詮飼い犬、余計なことには首を突っ込まないようにしつけられていますので。まず礼儀から教わるべきね。飼い主に噛みつく前に。いやはや手厳しい。で、そろそろ本題に入ったらどう？つまらない話はもううんざり。おや、つまらなかったですか？ええ、面白くないわ。さっさと本題に入ってちょうだい。ならば堂々鳥の生態について少し。却下よ。堂々鳥はそもそも鎧課長、帝国軍の一部に不穏な動きがあるようでして。部外者には話せないな。実は最近戦略研究会なる勉強会が結成されましてね。興味ないわね。それで済まないことは分かってらっしゃるでしょ、光月博士。もし彼らがことを起こせば、日本に政治的軍事的空白が発生してしまうのですよ。当然横浜基地もその影響を免れることはできない。そうなれば国益に悟いかの国がどう動くか。反オルタネイティブ勢力や国連内部の別勢力も黙っちゃいないでしょうな。ましてオルタネイティブ計画を秘密裏に誘致した現政権が倒れてごらんなさい。ああ恐ろしい。そこまで掴んでいるのに何もできないなんて、帝国情報省は張り子の虎ってわけね。いや、お恥ずかしい限りです。裏は取れていませんが、帝国国防省と内務省の一部、それに国益を最優先する国家の諜報機関の影がちらほらと。なるほど、そこにつながるわけ。さすがは光月博士。 XG70 の件、無関係ではありませんよ。どうですか、今の話はなかなか面白かったでしょう。まあまあね。けどそんなこと興味ないわ。私の邪魔にならないんだったら何だっていいのよ。博士の興味はオルタネイティブ4を完遂することのみですか。気に入らない。いえいえ、ただ私もこの星の未来を案じているだけですよ。自分なりにね。国を案ずるとは言わないのね。さまざまな遺恨や対立は人類あってこそのものでしょう。この星がベータのものになったらそれどころではありませんからね。で、本当は何しに来たわけ？どれもわざわざ足を運んでまで知らせる問題じゃないでしょ。
そこまで期待されては仕方がない。本題に入りましょうか。実はここ最近、奇妙な命令が何度か発令されてましてね。正規のルートからではない最優先命令が帝国軍内と国連軍に一度ずつ発令されたんです。一度目は11月10日、帝国陸軍総司令部宛て。二度目は昨日の朝、国連の宇宙総軍北米司令部宛てでね。帝国軍内部のきな臭い動きの件もありますし、みんなピリピリしているんですよ。へえ、それで関係ない外務二課が刑事の真似事？まあ、しがない飼い犬ですから。で、神月博士なら何かご存知かと思いましてね、報告ついでに伺った次第です。穏やかじゃないですな、自軍の HSST を見張れとは。しかも座標まで的確に指示が出されていた。そのポイントで国連軍の HSST を監視しろと。万が一不穏な動きを察知した場合は撃墜も厭わずとも。ああ恐ろしい。ずいぶん物騒な命令を出したやつがいたものね。おかげでエドワーズは一時大混乱に陥ったらしいですな。メンツが大事なお国柄、そりゃあガラクタでも出ししぶりたくなるでしょうよ。昨日の件、何かの予防措置のような気がするんですがね。一体何が起ころうとしていたんです？まるで私が関係しているみたいな言い方ね。光月博士の他にそんな真似ができるものはそうはいないでしょう。よしてちょうだい。いくら私でも何もかも予測できるわけじゃないわ。ほう、では先日のベータ上陸の際、彼らの動きを正確に予想し的確な部隊の増強を指示できたのはなぜです？さあ、指示した人に聞いてよ。神の御業か悪魔の力か、そのどちらかでも手にされたのですかな。はじめは八代かすみかと疑ったが、死んだはずの男がここにいる。ぜひともご説明いただきたいものですな。仕事熱心なのは結構だけど、少し脇道にそれすぎじゃない？あなたにお願いしたのは仲介と調停だったはずだけど。おっと、これは失礼。なりぶん飼い主思いなもので。だいたい人に聞く前に自分で調べたらどう？それが仕事でしょ。これは耳が痛い。ではご忠告に従って自力で人調べしていきますか。私だけど、鎧課長がお帰りよ。エントランスまで送って差し上げなさい。やれやれ、嫌われたものですな。ではこの辺で失礼するとしましょう。そうだ、忘れていた。かの娘の動向を探る名目でやってきたのでした。どっちの？この場合どちらが面白いと思いますか？さあね。情報撹乱は的確に行うのがモットーでね。私の目的？それは言えないな。ではさらばだ。またの機会に会おう、白金たけるくん。ストップ、お願いだから今はやめてちょうだい。
処分しといて。お土産です。基地に入った瞬間からチェックされてるわ。そんな小細工はしてないでしょ。ところで、何しに来たの？朝の話？ああ、社に浴場したって話？何を聞きたいわけ？なるほど。話は変わるけど、夢、見てるんでしょ？総選挙評価演習以降、自分が元いた世界の夢を見る、そう言ってたでしょ。ちょうどいいわ、調べてあげる。夢のことよ、調べてあげる。できるから言ってるんでしょ。頭弱いわね。そこのソファーに腰掛けて寝て、そして夢を見てくれればそれでいい。細かい話は明日してあげるから寝なさい。ヤシロがいれば問題ないわ。いいから気にしないで。それとも添い寝させる？ヤシロにはヤシロにしかできないことがあるのよ。そしてそれがあれば問題ない。寝れないなら薬でも出しましょうか。モアイいる？そ、じゃあおやすみ。なんだ？ちょっと落ち着かないね。お前度胸あるな。なんで？俺かなり落ち着かないもんよ。そういうこと。メニューでございます。あっ、何なりとお申し付けください。お飲み物はいかがいたしましょうか。え、ワインなどはいかがでございますか。銘柄のご指定などございましたら。スミカ君、君の好きなものを頼みなさい。ずるい。何かご希望はございますか。それではこちらでお選びしてもよろしいですか。はい。前菜の方はいかがいたしましょう。すみません。はい、ただいま。何頼んでもいいんですよね。はい、お申し付けください。じゃあ牛丼特盛り2つでよろしく。牛丼特盛り、つゆだくで。ちょっと、タケルちゃん。あ、玉もね、玉も。あわわわわ。おい、スミカ、超高級レストランの牛丼だぞ。ヨシにもマツにも負けない、すんげえのが来そうだな。すみません、タケルちゃん。なんだよ、名屋には名屋のやり方があって、俺らには俺らのやり方があるだろ。でもそれがうまく噛み合わないんじゃ俺たちは一緒に暮らしてねえよ。けどなんとかやってんじゃん。このクルージングイベントはありがたくいただいてだな。あとは夜景でも見ながらこっちのペースで飯でも食うべ。でも
牛丼特盛り2つ、つゆだく玉。これ以外にはわからん。嫌なら今すぐ引き返してくれ。タケルちゃん、鏡様ご心配なく。私どもはお客様のご要望にお答えすることが至上の喜びでございます。え、恐れながら私どもも御剣の端くれにございます。不可能はございません。支配人さん話せる。恐れ入ります。それではお飲み物はお茶でよろしいでしょうか。さすが。じゃあ前菜は白菜の漬物、スープは味噌汁で。かしこまりました。少々お待ちください。飯来るまで甲板で夜景でも見ようぜ。どうだった？夢ね。本当に夢だと思ってる？結論を言うわ。あんたの見ていたものは夢じゃない。あんたが夢を見ていたその瞬間、シロがね、あんたはあんたが言う元の世界に存在していたのよ。バカとは失礼ね。未来から来たから信じろって話と大差ないと思うけど。ずっと前に話したでしょ、意志の力の話。そうよ、言ったでしょ、あんたは不安定な存在なんだって。それはなかったわね。じゃあ聞くけど、あんたは無意識までコントロールできるの？睡眠中も意識をコントロールしてる？あんたの脳波、途中でロストしたわ。姿は消えなかった。でもある時点から脳波が観測できなくなってしまったのよ。でも生きてるじゃない。もちろんその時生体反応もあった。状況を推測するに、脳波は観測できなくなっただけで存在はしていたのかもしれないけどね。知りたい？いい？脳波ってのは膨大な数のニューロンに発生する非常に微弱な電位変動のことなのよ。だから通常は分散性が高すぎて観測することは難しいんだけど、安静併願時にはその同期性が高まって観測することが可能になるわけ。一言で言えば、脳の電位変動の観測は極めて難しいから、仮にそれを捉えられなくなったとしても脳波がなくなったとは言えないのよ。わかる？つまり今回の現象は
通常はその同期性が高まって脳波が観測しやすくなるはずの睡眠時に何らかの原因でニューロンネットワークが活性化し脳波の分散性が高まって、その結果あんたの脳波を捉えられなくなったというわけ。その原因というのが、その可能性は高いわね。あんたのリアルな夢が元の世界の現実で、眠っている間あんたの精神がこの世界から向こうの世界にシフトしていたんだとすれば、睡眠時なのに脳波が全く観測できない状態を説明できるわ。何？おバカさんね。平行世界を移動してきたとか時間を遡ったとか、最初にとんでもないことを言ってきたのは誰だったかしら。そしてあんたは私を納得させた。自分が持つ記憶で未来を言い当てることによってね。あんたが証明したタイムスリップという事実、最近あんたが見るリアルな夢、そして私の時空理論、そのすべてを考慮すると、精神だけが元の世界に戻ったと考えるのが一番合理的なのよ。以上。あんたは意志が揺らいだ時点で世界を移動してしまうかもしれない特殊な人間だっていう話はしたわよね。本当に？本当に？まあいいわ。じゃあ原因はあんたを引き戻そうとする世界の力にあるというわけね。あんたはその意志が揺らぐと世界を移動してしまうかもしれない人間。でも今その意志は揺らいでいない。でも残念ながら睡眠中の無意識域までは確証がない。ここまではいいわね。これはあんたの周りの人間についても言えるのよ。今の白金タケルは白金タケルだけの意志でここに存在しているわけじゃない。あんたがこの世界に関わればそれだけあんたに対する他人の認識は深まっていく。それはわかるわね。そうなれば白金タケルはここにいるってみんなが思うようになるでしょ。そんなやついないって言っても誰も信じなくなるでしょ。あんたの自身の意志と他人の認識、この二つによってあんたはこの世界に存在しているということは？そう。その結果この世界とあんたを結びつける力が弱まっていって、元の世界があんたを欲する力を下回った瞬間シフトが起きる。何？見当つかないの？仕方ないわね。物質から人の心までこの世のすべては安定した状態を好むのよ。変化が起きない、もしくは極めて起きにくい状態のことよ。単純にいきましょう。例えば同じ種類の原子の中に電子を3つ持つ原子と一つしか持たない原子があったと考えて、こいつが基本的には二つの電子しか必要としない原子だとすると、片方の原子は電子を一つ放り出したいし、もう片方は電子を一つ欲しがるってことになるでしょ。そうすることで安定するわけ。1たす1は2でしょ。これはそれと同じくらい当然のことなんだから、そういうものだと思ってよ。わからない？じゃあ原子を世界、電子をその世界に存在するありとあらゆるものと言い換えたらどう？
掴んできたわね。あんたは元の世界を構成する電子の一つで、何らかの原因でこの世界にシフトしてきた。でもそれはおそらく正当な取引ではなかったと思うわ。私の推測では、元の世界はあんたを放り出したことで逆に不安定になってしまった。この世のすべては、そう、でもあんたはこの世界でやることがある。ここにとどまる意志を強く持っている。だから普段はこの世界にとどまり続ける。でもみんなの認識とあんたの意志が一番希薄になる深夜、元の世界があんたを呼び戻す力が相対的に強くなって、あんたの精神が元の世界に戻っている可能性が高いと推測される。わかった？元の世界にいるという認識がこの世界にいるという認識をより簡単に上回るでしょうね。要するに今より帰りやすい。多分ね。それ以上考えるのはやめておきなさい。それでどうなっても知らないわよ。今私が話したのはあくまで推論よ。あんたの状態を正しく説明できてるとは限らないわ。あんたが今帰ったとして、あんたがどんな形で帰ることになるのか、それがこの世界と向こうの世界にどんな影響を与えるのか、今の段階では私にもわからないし、分かってもどうしようもないってことよ。もしかして精神だけが戻ってそれきり、なんてことも。でしょ？だから今は帰ろうなんて考えない方がいいわ。そう、よかったわ。そうね、まああまり心配しないで。いろいろと考えがあるから。ええ、今あんたにいなくなられると正直こっちも困るから、まあ必要な間だけは面倒見てあげるわ。まあいいわ。とにかく一旦部屋に戻りなさい。訓練でしょ。精出して、せいぜい周りの認識強めておいてちょうだい。タケルの発案した姿勢制御概念はすごいよね。うん、言ってなかったっけ？昨日の夜、シロワネいなかったじゃない。ああ、そっか。ねえ、どこ行ってたの？何？僕のことだから？変なの。こんな僕だから
こそ父さんと仲良くやれてるんだよ。どうしたの？なんでもないよ。父さん世界のあちこち飛び回ってるからさ、なかなかワイルドなんだよ。僕もほらこの通り元気だしね。そういや父さん今頃どこにいるのかな。ん？どうしたの？変なタケル。そうだタケルさん、基本動作の拡張パターンってタケルさんの蓄積データが元になってるんでしょ？ううん、大したことじゃないんだけど、ライフルの構えとかタケルさんに似てるよね。ああ、それには同感だな。近接戦闘もそんな感じ。戦術機特性の時教官に聞いたでしょ、機体の癖は英氏に似るってこと。なんだか機体そのものがタケルみたいだよね。本人の蓄積データが拡張パターンのベースなんだから、白金の中にいる感じがするのは当然ね。まあ、また何か変な想像してない？ブンブンブン。うん、まあ最初のうちはしょうがないわよ。個々のデータが蓄積すれば気にならなくなるでしょ。人間同士ですら長く接していると癖が移ったりするからな。さすがにそれは関係ないんじゃない？そうか？どうしたタケル、急に黙って。タケル？それは私のセリフだ。今日それで何度目よ。最近多いわよ、遠く見ちゃってさ。何か見えるの？うわ、タケルって見える人だったんだ。本当に大丈夫？夜な夜な出かけてるし。あまり感心せぬな。部屋に戻らない日もあるわよね。聞き捨てならぬな。なんで知ってるの？そういえばそうだね、よく出かけてるのは僕も知ってたけど。別にいいじゃない。あれ顔赤いですよ。何言ってるのよ。たまたま弊社の見回りをしてる時に気がついただけよ。嘘ばっか。何ですって？さっきからいちいち。表出る？いいわ、今日という今日ははっきりさせる。そなたの役目であろう。消灯後にあんまり出歩いてるとそのうち映像送りになっちゃうかもよ。朝の点呼に間に合ってるから僕は文句言わないけどね。で、どうするの？ごめんなさいと言わせる。ん？はい、ダメですよ、喧嘩はダメです。模擬戦では背中に注意しなさい。やられる前にやるから平気。
あ、タケル？タケル、待つがよい。どうした？そなたらしくない物言いだったな。謝るでない。そなたの言い分は至極もっともだった。あの者たちにも良い薬だったであろう。あの者たちには私からも言っておく。だからそなたも機嫌を直すがよい。嘘つきめ。まあいい。そなたも訓練中はくれぐれも平静にな。食器の片付けは貸しにしておくぞ。ではな。探したぞ。お迎えだ。光月博士から呼び出しがかかっている。白金、最近消灯時間になっても部屋に戻ってないそうだな。誰でもいい。誤解するのは責めてるわけじゃない。貴様の身を案じているのだ。光月博士に呼ばれているのか？はぁ、仕方ないか。優子が関わったら軍旗も何もないから。白金が特別な任務についていることは分かっている。ただみんなも心配してるわ。体調には十分気をつけて頑張りなさい。以上よ。敬礼はいいわ。遅かったわね。こっちに来て。ヤシロ、用意して。はい。あんたはいつ自分が白金タケルになったか知ってる？学問は考え抜かれた大胆な仮説を実験によって検証することで進歩していくわ。確定された存在を確率の霧の状態に戻す。この実験が成功すれば世界もあんたも救われるのよ。わからないの？じゃあ今朝の話を簡潔にまとめて説明しなさい。
ようやく半分ね。残りは？じゃあ、あんたが元の世界に帰るために必要なことは何？上出来上出来。その三つの中で自分の意志はある程度コントロールできるでしょ？逆に世界が引き戻そうとする力はどうにもできない。さっきからその話をしていたのよ。そう、仕方ないからもう一度言い直してあげる。あんたに対する周囲の認識をゼロにするにはどうすればいいか。ダメね。たとえ死んだって誰かの記憶の中にはあんたの存在の痕跡が残るでしょ。この世界をあんたの存在が認識される前の状態に戻せばいいのよ。結果的にはそうなるけど、もっと根本的な話をしてるのよ。惜しい。コンピューターはリセットしてもデータを保存しているわね。そう？なら手間が省けて助かるわ。あんたの頭のレベルに合わせて言うなら、霧の状態になっているといったところかしら。目に見えない霧。箱の中にリンゴが入っているとするわよ。けどあんたは箱の中にリンゴが入っているのを知らないとする。外から見て中身がリンゴだってわかる？なら、それがリンゴだとわかるのはいつ？それこそがまさに観測するという行為なわけ。箱を開けて見てみるまでは何が入っているのかを決定することができない。あくまで確率の話よ。けど蓋を開けて観測するまでは全ての確率が存在しうるの。箱の中身が何なのか決められない。まあいいわ。つまり観測されることで事象の状態は一つの確率に修練し確定される。それ以前は確率上の存在でしかない。だから見えない箱の中身は様々な存在確率が平等に存在する霧みたいなものってみなせるわけ。ええ、今私がやろうとしているのは観測され確定された箱の中身を蓋を開ける前の状態に戻すってこと。正解。じゃ始めるわよ。この世界とあんたが元いた世界、二つの世界の間を移動するためにあんたを確率の状態に戻す実験よ。何のために長々説明してあげたと思ってるの？おかしなこと言うのね。それは今話した通りでしょ？そうね。だから元の世界に帰るためよ。今頃驚かないでよ。私が何のために苦労してたと思ってるの？ああ、結果的にはそこにつながるんだってば。まだ説明が足りない？ゼロゼロユニットの話はしたっけ？あんたには元の世界に戻って向こうの私が発見した理論を回収してきてほしいの。その結果完成するものがゼロゼロユニット。今はまだ知る必要はないわ。一つだけ言えるのは、
それが完成すれば、あんたはその不安定な状態から解放される可能性が極めて高いってこと。ええ。それが主な目的ではないけど、結果的にそうなることはほぼ間違いないわ。あんたには何としても一度元の世界に戻ってもらわなきゃいけない。そのためにはこの実験が不可欠。いいわね。じゃあ早速取り掛かりましょう。理論は完璧よ。まあ成功率は4割を見込んでるけど。本当に効く？超電導物質で作ったコイルに莫大な電流を流したとき、未来から過去へ流れるという特異な性質を持つ特殊な電波が発生するんだけれど、その電波は微弱なためにすぐに消滅してしまうのよ。けれど複数の電波を同時発生させて共鳴現象を起こせば、それを増幅させることも可能で、これに触れた物質は波動関数。何よ、まだまだこれからなのに。そう、ま、好都合ね。私も説明するのはちょっと嫌だったのよ。朝までかかるからね。とにかく学問は考え抜かれた大胆な仮説を実験によって検証することで進歩していくのよ。何よ。理論上は可能よ。ただこの装置では不可能なの。現在いる世界の時間軸を遡ることと別の世界の任意の点に行くことは全く別のことなの。同じ電車の別の車両に移動するのと並走している隣の電車に飛び移るのは全く違うことでしょ。この装置はあんたを確定されていない確率の存在にすることで世界の間を移動できるようにするためのものなの。大雑把に言うと、この世界から時空間を引き伸ばして向こうの世界に差し込むって言ったらいいのかしら。わかる？ちなみに最初は短い時間しかつなげないからある程度の修正は効くけど、実験を続ける過程で別の世界の一点と強固なつながりができてしまったら、その時間軸の過去には移動できなくなるから。とにかく始めるわ。ヤシロ、例のものを用意して。はい。動かないでください。できました。ん？私の趣味を見たい？それじゃ始めましょうか。ヤシロ、準備はいい？はい。はい、そこに立って。目、つむった方がいいと思うわよ。元の世界のことを強くイメージしなさい。行くわ。はい。
タケルちゃん遅刻しちゃうよ。ああ、白金ね。ん？ちょっと無理をさせたかしら。理論的には、そうね。当然のことだけど。こんな気分の悪いものだったなんてね。何ぼさっとしてるのよ。ヤシロをそこに横にしてあげてちょうだい。ほら、早くヤシロを休ませてあげて。で、どうだったのかしら？一応？制限時間以内では、それが限界か。これはね、膨大な電力を消費する装置なのよ。今のところ、長時間稼働させることはできないの。そうね。それじゃ動きようがないのは確かね。こっちで何とかするわ。じゃあ、今日は終わりにしましょう。部屋に戻りなさい。待ちなさい。ヤシロ、忘れてるわよ。どうせ同じ部屋に帰るんだから、連れてってあげなさいよ。白状ね。あら？言ってなかった？今日からあんたとヤシロは同じ部屋で暮らしてもらうから。00ユニットが完成するまで、あんたの不安定な状態は続くわけ。だから、それをとどめる存在が必要よね。そうよ。何よ、ヤシロが相手じゃ不満だって言うの？欲情したくせに贅沢言ってるわね。なら小僧じゃないの。男のくせに女に興味ないの？あ、それともあんた、誰かもう気になる女がいるわけ？世話女房タイプの榊、育ちのいい満に、この二人が有力候補として、対抗が玉瀬、大穴は綾美ね。鎧もその部類かしら。その中から誰か一人を選ぶとなると、207正体崩壊の危機ね。だから、ヤシロで我慢しときなさい。何が不満なのよ。間違い起こす気あるわけ？ええ、こともなげに。荷物はもう運び込まれてるから、うまくやりなさい。すべての準備を整えてからでも間に合う事象なんかに、ろくなものはないわよ。わかったら、ヤシロを連れて部屋に戻りなさい。間違いが起きたら起きたで、その時また考えましょう。じゃあ、お疲れ。
おかしい。今日は暖かいね。これはどうしたことだ。結構人いるんだね。納得いかん。松茸御前がこんなチンケなハンバーガーに化けるんだ。まだ言ってる。お前は理不尽だとは思わないのか。強制お使いの報酬がたったこれだけだぞ。だから雰囲気変えてここで食べようって。私は好きだよこういうの。俺は納得いかん。じゃあいらないんでね。おい犬、よこせ。もうちゃんと座って食べなよ。おい、はい、ほらほら、はい、お茶。死ぬかと思った。バカやってるからだよ。ほら座ろう。犬が来た。おいでおいで。やめとけよ。ねえ、タケルちゃんのポテトあげていい？なんで俺のなんだよ。絶対却下。はい、どうぞ。なあ、こら。半分あげるから。すみか。